県内各地でさまざまな影響があった今回の大雪ですが、昨夜から今朝にかけての各地の動きをまとめました。タイヤが空回りしています。2人で車を押しますが、なかなか車は動きません。昨日午後8時半ごろの鹿児島市川上町です。坂道で車が立ち往生したり、車にチェーンをつける人の姿が見られました。昨日昼ごろから降り始めた雪は、夜が更けるとともに積もり始め、南国鹿児島らしからぬ光景を作り出していきました。そして一夜明け、田上から紫原方面に向かう坂道です。今車がスリップして立ち往生しています。タイヤは回っているんですが、なかなか前に進まず、後ろから男性が押している状態です。午前8時ごろの鹿児島市田上台、車のスリップは朝になっても見られました。 JR は始発から通常通り運行しています。ただ今朝は積雪で線路の切り替えポイントが故障したために、乗り場の変更がたびたび行われています。通勤通学の皆さんは少し戸惑っている様子です。通勤通学ラッシュの午前7時半ごろ、 JR 鹿児島中央駅東口です。タクシー乗り場では常に20人ほどが列を作るものの、タクシーは10分に1台ほどのペースでしか到着せず、乗り場で待つ人は焦りや不安の表情を見せていました。出張できてて、市電もバスも止まってるんで、どうやってお客さんのとこ行こうかって困ってるとこです。紫丸なんですけど、歩いて降りてきたら、1回滑って、転んでしまいましたが。その一方で、鹿児島市では雪を楽しむ子どもたちの姿も見られました。雪だるま。大雪を見るのは初めてだった。嬉しかった。今日県内で最も低い氷点下 8.3 度を観測した霧島市溝部町では、茶畑が雪に覆われ真っ白に染まっていました。猛烈な寒さのせいでしょうか、車のバンパーにまでたくさんのつららが垂れ下がっています。薩摩町では積雪により市街地中心部が真っ白な雪景色となり、開店前の商店では店主が雪かきをする姿も見られました。大変ですね。こんなに降るとは思ってなかったんですか。結構ここの上りで滑られるといけないなと思ってですね。種子島の西之表市でも建物の屋根や道路脇などで積雪し、古田小学校では子どもたちが校庭の水たまりに張った氷を手に取り遊ぶ姿が見られました。おお、取れた。取れました。すげえ冷たい。そしてこちらは奄美大島で最も高い標高694メートルの湯湾岳。今朝は雨に混じってあられが降り、展望台では降り積もったあられがシャーベット状に固まっている様子も見られました。奄美でもあられということで、本当に強烈な寒波ということだったんですね。そうですね。皆さん見慣れない光景にびっくりしたと思うんですけれども、ただ子どもたちにとっては鹿児島の知らない景色を見られたという忘れられない一日になったかもしれません。